バルター・シュピース・バルター・シュピースは、ドイツの画家。現代バリ芸術の父として知られ、1930年代、バリ島における、バリルネッサンスの中心人物として活躍し、今日見られるような感激用のケチャやチャロナラン劇を、バリ人と共に創出した。シュピース、朝日の中の伊佐1895年、ロシア帝国。 モスクワのドイツ人外交官を務める裕福な商家の次男として生まれる。音楽、舞踊、絵画教育を受けるなど裕福で恵まれた少年時代を過ごすが、第一次世界大戦中には、ウラルの敵国人抑留キャンプに収容された。この時に遊牧民族の生活に触れた体験がきっかけとなり、アジアへの関心を高めた。 ドイツへ帰還してからはしばらく画家としての生活を過ごし、1923年にヨーロッパを離れ、オランダ領東、インドに向かい、ジャワに到着。ジョグジャカルタの宮廷で、スルタンの宮廷楽団における音楽監督の職を得る。1925年に初めてバリを訪れると、その魅力に感化され、2年後に移住を決意。 当時のウブド領主、チョコルダスカワティに招待される形で、1928年に、チャンプアン警告に強化構えウブドのスタジオを中心に、絵画の制作活動を始めるとともに、音楽、舞踊、絵画といった分野で、バリ文化に、多大な影響を及ぼした。1938年には、同性愛者の取り締まりが強まる中で、逮捕されるの、 翌39年にマーガレット・ミードなどの尽力により釈放された。しかし1940年5月ドイツがオランダを占領すると、シュピースは敵国人としてランイン政府に捕らえられ、ジャーはスマトラへ抑留される。1942年1月、日本軍の侵攻により、他の収容者たちとスマトラ島をパンダンから移送船、ファン、イムホフに乗せられ、 正論党へ移送されるべく出航するが、途中日本軍機の攻撃を受けて、船が沈没、船員によって、他のドイツ人と共に見殺しにされ歴史した。シュピースは、バリに生息する、昆虫類の精細なスケッチも多数残しており、博物学、考古学にも功績を残している。バリの監修法学者にして監督官を務めた、リーフリンクは、後年、 シュピースが生きていたら、巧妙な学者として歴史に名を残しただろうと称えた。ウブド周辺の農村の風景シュピースは、画家としては元より、現代バリ芸術の父としても知られる。シュピースはドイツ語、ロシア語、英語、フランス語、オランダ語、ジャワ語、バリ語を流暢に操ることができ、彼のもとには、様々な国からの芸術家、学者が集まり、現地のバリ人と共に、 芸術サロンの中心を形成した。シュピースらは、毎週土曜日に、ウブドの王宮前で、観光客向けの土産物として、バリ人の描く絵画の品評会を開き、優秀な絵を買い上げ欧米のギャラリーや、展覧会に出展したり、ホテルに売却などした。この過程から、バリ人たちは、欧米人の好みを把握し、それを、バリの伝統として受け入れ具体化していったのである。 1920年代末にシュピースはバリのガムラン音楽を録音しニューヨークのオデオン社からレコードとして出しさらには1931年のパリ植民地博覧会ではバリのガムラン音楽と舞踊団美術工芸品を出展するのに尽力するなど西洋へのバリー紹介でも大きな役割を果たしたそして1936年に 宗教儀礼劇としてのチャロナラン劇を観光客向けの商業用パフォーマンスとして組織させたりサンヒャンデダリと呼ばれる宗教舞踊から観光用のケチャを創出改良することにも深く関わった。このことからシュピースは現代バリ芸術の父として知られる。一方でシュピースらは極めて安い経費で宮廷のような屋敷に住み車を持ち メシ使いを雇うなど、普通のバリ人から見れば王皇貴族のような生活、すなわち、楽園を享受しており、西洋人の目によって、バリのバリ化を進めたことで、本質主義者から否定的に評価されることもある。ありがとうございます。